ドルパダは、インドのジョジシ、マハーバーラタの登場人物。ヤジナセナとしても知られる。ダクシナ・パンチャーラ国の王である。シュッは、カンピリアとして知られる。父はプリシャタ。ドルパダに兄を紹介するウプヤズ。プリシャタの息子である、ドルパダと、ドローナは共に、ドローナの父であり、リシのバルドワジャのもとで学んだ。二人は、親友となり、ドルパダはいずれ王となった時には、ドローナに、 王国の半分を与えると受け負った。やがて父が他界し、ドルパダが王位についた頃、一方でドローナは貧困にあえいでいた。息子に食わせてやることもできずに、ドローナはドルパダに相談に行く。しかしドルパダはその頃には身分の違いを自覚しており、ドローナとの関係を否認、彼を小じきと下げすみ冷たくあしらった。ドローナは後にパンドの息子たちとドリタラアシュトラの、 教育係として、ビーシーマニアとわれる。カウラバとパーンダバの軍事教育を終えると、この王子たちに、グルダクシナとして、ドルパダを打ち倒し、捕らえてきてほしいと頼む。アルジュナの指揮の元パーンダバは、ドルパダを打ちまかし、縄で縛り上げて、ドロウナの前まで連れてきた。ドロウナは、ドルパダを逃がしてやるが、かつて交わした約束の通りに、王国の半分を自分のものとした。 ドルパダはこの屈辱を注ごうと復讐を誓う。しかしドローナにはかなわないと悟り、ドルパダはドローナを殺すことのできる息子をこしらえようとヤジナを行う。ヤジナの日の中からドリシュタデュムナとドラウパディが生まれた。数年後、マハーバーラタの戦いでドリシュタデュムナはドローナの首を切り落とした。パンチャーラ国の姫、ドラウパディのスバヤンバラ。ドルパダは娘。 ドラウパディのために、スバヤンバラを取り行った。招待された無こ候補の王子たちには巨大な弓を引き、5本の矢を同時に放ち、遠くの的に据えられた回転する輪の中を通すという試験が課せられた。カルナがドラウパディによって拒絶されると、続いて挑戦したアルジュナが、この子の神技を見事こなしてみせる。そしてドルパダはアルジュナを、義理の息子として受け入れた。 アルジュナがドラウパディを母クンティのもとへ連れて帰ると母は彼女の息子たちに言えたものは何であれ兄弟で等しく分けよと指示するドルパダの宮殿にて母に従うべきか5人の夫を持つことは正当なことか議論された理師ビヤーサがクンティの提案を指示すると結婚が認められたドルパダにはドリシュタディウムナの他に11人の息子がいた 名前はそれぞれサチャジット、シカンディンの娘だった。ウッタマウジャ、クマル、ユダマニュ、ブリカ、パンチャリヤ、スラダ、シャトルンジャヤ、ジャナメジャヤ。彼らのほとんどは、マハーバーラタの戦いで死んでいる。ドリシュタデュムナ、シカンディン、ユダマニュ、ウッタマウジャは戦争の最終日に、アシュバッターマンに殺されている。ドルパダは、パンダバの一員として、クルクシェートラの戦いに参加した。 彼はマハーラティだった。ドルパダは戦いの15日目にビラタと共に、ドローナと戦い、ドローナによってビラタと共に殺された。ありがとうございます。